ヨナバル町、ヨナバル町は、沖縄県本島南部、島尻郡に属する町である。沖縄県の県庁所在地である、那覇市から東へ、約9キロメートル、沖縄本島南部の東海岸に位置し、中城湾、日本語、中城湾、沖縄方言、中城湾に面している。面積は5.18キロメートルで、沖縄本島で最も、 沖縄県で渡名き村に次ぐ2番目に面積の小さい自治体である。町の東南の甘鯉森、日本語、甘鯉森、沖縄方言、甘鯉森という丘陵地上の森、町の北西、西原町との境界にそびえる、うん玉、森、日本語、雲玉森日本語雲玉森沖縄方言、雲玉森という小高い球場の森に抱かれ、前方に中城湾を望む。 海岸線に伸びた平坦地である。うん玉森にこもった義族、うん玉義とめの話は、沖縄で広く知られ、同名の映画作品、うん玉義流は、日本映画監督協会新人賞や、ベルリン国際映画祭、カリガリ賞などを受賞した。第二次世界大戦までは、中条湾に面する天然の良好を有し、ヤンバル線の出入りもしていた。 沖縄本島東海岸の沿岸交通の要衝、また南部、島尻と中部、中上の両地方を結ぶ東海岸沿いの陸上校の要衝であったが、第二次世界大戦後は港町としての性格が失われた。現在でも南部途中部を結ぶ東海岸沿いの陸上の交通要衝でもある。埋め立て地以外の同調地形、地質ともに二つに区分される。 大半は、第三期島尻郡の泥岩、砂岩からなる低気腹の丘陵と、中城湾にそう狭い海岸低地からなるが、南城市大里との境界、大里城石公園付近には、島尻草群を覆う琉球石灰岸大地がある。この地質のため大半が、ジャーガル土壌である。その土壌は、砂糖を切作にも適している。また、このデードを利用し、 同町特産の琉球焼き物、赤瓦の製造が営まれている。埋め立てるまで海岸部は中城湾の波静かなところで産後省に乏しく、第二次世界大戦前までは美しい海浜の続く海水浴に適地であったが、遠浅のため戦後からは各所で埋め立てが進行された。近年ではその遠浅を隣の西原町と埋め立て中城すく湾口、 マリンタウンプロジェクトが実行されており、新たな土地開発が進んでいる。道庁に限らず、沖縄本島を共通し、亜熱帯性気候で年間を通して温暖で式の変化に乏しい。年平均気温は22.3度、年間降水量1688ミ、mm、リメートルで、春から夏にかけて特に雨量が多いが、年によっては干ばつが起こることもある。また、夏から秋にかけては、 台風が襲来する。最近では、道町と西原町の沖合に、竜巻が発生報告がある。与那原町コミュニティセンター、与那原町上下水道課、与那原町立学校給食センター、与那原町と西原町、早原町の共同で運営し、本部は早原町に設置されている。与那原にあるゴミ処理施設で、西原町。 南城市の一部の旧佐敷町の3地区を運営する。2003年12月に、旧佐敷町、旧玉木村、旧知念村と与那原町の4町村で、法定協議会を設けて協議し、新市名も、東方市、上がり方氏に決定していたが、新市長者の位置で、合併前に、与那原町に決めるべきだと主張する与那原町、合併後に決めるべきだと主張する3町村との間で、 折りいがつかずに2004年12月に協議が決裂した。議員定数14年議員数14欠員例。第三次産業の割合が高い。最も小売業が高い。砂糖キビ、菊栽培、野菜栽培などが営まれているが、農地が狭い上に農業従事者の高齢化などもあり、さらに生活環境の変化により、 有給農地が増えているが、特定法人貸付事業で企業に貸し出し、有給農地解消に努めている。琉球王朝時代までは稲作を主にしていたと文化から見て思える。板らしきの遠添漁港を中心に沖合漁業やひじき漁が行われている。ひじきは町の海岸線約3キロメートルにわたって生息し、1年間に約50トンの収穫がある。 しかし漁業は小規模な運営体が多く、漁業環境も厳しい。最近では取る漁業から育てる漁業への転換を図っている。また、ひじきは町の特産でもあり、ひじきを中心として、魚介類の新たな販売拡大に取り組んでいる。隣の中上郡西原町と漁業従事者からなる与那原、西原漁業共同組合、与那原町板らしきを運営している。 以前は、カツオの水揚げが、県内3位ぐらいであった。道町は商業を中心に発展してきた歴史を持つ、現在も卸売、小売業の事務所の多数を占めているが、ほとんどが小規模店舗。そのため、現在発展中のマリンタウンに、新しい商業地の形成を図っている。洋業や家具、装飾品、食料品製造業の事務所も多く、 中でも洋業は道町を代表する工業となっている。道町で作られた赤瓦は首里城復元の際に使用されている。また道町の洋業は第二次世界大戦前までは県内の生産量が県内2位を誇っていた。与那原町のほか、南城市とハイバル町も管轄する。与那原町と西原町、ハイバル町の共同で運営し、本部は ハエバル町に設置されている。町内の集配業務は、ハエバル中郵便局、ハエバル町あざかねぐすく六百684の9が担当している。かつては、ヨナバル電報電話局があり、ヨナバル町、南城市、西原町を管轄していた。市内局番は3桁か後、9から始まっていたが、1990年代後半から8から始まる。 市内局番も出てきている。道庁には都市ガスが整備されていないので、黒パン形式をとっている。夜長野にあるゴミ処理施設で、西原町、南城市の一部の旧佐敷町の山地区を運営する。町内には鉄道、軌道はない。最も町内から近い駅は、沖縄都市モノレール線の坪川駅である。大正時代初期に、 沖縄県営鉄道与那原線と沖縄軌道が開業したが、いずれも太平洋戦争末期に休止され、戦後に復活することなく消滅している。那覇市や周辺市町村との交通手段として、以下の8系統の路線バスが町内を運行している。国道329号、国道331号を通る系統、国道329号を通る系統、 県道77号、国道331号を通る系統があり、町内を通る全系統が町中心部、与那原交差点近くの与那原バス停に停車する。BT イコールバスターミナルなお、東洋バスはマリンタウンに乗り入れる路線を運行していたが、2014年9月1日に全廃された。与那峰ゴンザレスプロ野球選手、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。